皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。フランだよ。ということで今回も富山駅に来ております。また水ゼリーを買いに来たのか。どんだけ好きなんだよ。いや、今回はちゃんとした鉄旅でございますよ。マジか。それで、今日はどこへ行くんだ？本日は石川県の能登の方へ行きたいと思います。お、いいじゃないか。ということで早速向かいましょう。切符を買います。七尾まで買います。ということは七尾線に乗るんだな。そういうことです。七尾まで行って何をするんだ？それはお楽しみでございます。何やってんだよ。おっと、これは失礼。改札に入ります。ホーム到着。かなり並んでいるな。いやー、さすがに津幡まで行くからできれば座りたいところ。なんと来てくれたのは521系三次車。運がいいな。ということで乗りましょう。これやっぱり座るのは無理じゃね。はい、もう諦めました。撮影が開始できたのは呉羽に来てからでした。まあしょうがないよな。列車は富山第二の都市、高岡へ。到着です。やっと着いたな。521系のお見送り。ということで七尾線乗り場4番線に到着。金沢駅の七尾線が来ました。こっちも521系なんだな。そうですね。681系も来ました。のとかがりびだな。そうですね。この列車は白鷺用の2000番台の付属編成が充当されています。そして次の乗車電がやってきました。次は座れるといいな。ここから七尾まで約70分あるので、これはガチで座りたいです。ということで70分の地獄が確定しました。お疲れ。
ということで IGBT インバーターの音を奏でながら翼を発射。なんかこの男はいよな。これが墜落インバーターと言われている理由ですね。ということで石川の高松出発。石川にもあるんだな。列車交換をします。お、4両のやつやんけ。こっちの列車も4両にしてもらいたいところです。まあしゃあないな。次の駅ではサンダーバードと交換。珍しいな。1日1本のみのサンダーバード20号、大阪行きです。これは付属編成じゃないんだな。おそらく金沢で基本の12両で大阪に行くのではないでしょうか。ということで白衣に到着。白衣付近には、車で走れる砂浜、チリ浜があります。そうなんだな。それから列車はのどかな場所を走っていきます。ということで列車はやっと最後の駅、徳田駅を出発。結局座れなかったんだな。まあそうですね。ということで7尾到着です。521系がたくさんいるな。そうだな。一応7尾には車庫があるのでね。やっと電車を降りました。そういえば、七尾には着いたが、これからどうするんだ？これからはさらに能登の奥へ行くべく、能登鉄道に乗車していきます。それはいいな。能登鉄道は休日ならフリー切符がお得です。1000円で1日乗り放題です。それはいいな。なんかすごい列車だな。なんか君は放課後インソムニアとかいうアニメのラッピングらしいです。なんだそれ。私もよくわかりません。いやなんなんだよそれ。うつ主が漫画とかに興味がないからね。仕方ないね。じゃあ仕方ないな。ということでこちらが普通の車両です。普通のローカル線って感じですね。まあそうだな。せっかくなのでここで全面展望を撮ります。今度は自ら座らないんだな。また水ゼリー買ったのか。七尾駅で売ってたので思わず買ってしまいました。お、花嫁の連じゃないか。七尾線の観光列車ですね。これに乗ればよかったのに。いや、うぷ主にはちょっと高級すぎる列車ですね。あとこれから贅沢はするのでね。そうなのか。花水行き発車をいたします。ドアが閉まります。ということで出発進行、七尾停発。
やっぱり超広角カメラはいいな。そうでしょ。ちなみに全面展望フルは後日公開します。6分ほどで和倉温泉に到着。さっきの花嫁の連が止まっているな。ここまでが JR 区間だからね。そうだな。ということで穴水到着です。そうだな。ちなみに穴水駅の別名は舞門の里駅です。舞門は美味しいものという意味です。そうなんだな。そういえばこの先も線路は続いているんだな。昔はもっと奥の戸の方まで走っていたからね。今は廃線で、線路ももうちょっと行ったら途切れています。ということで列車を降りました。実はこの奥のホームに昔使われていた車両が保存されているということなので、行ってみましょう。お、これか。なんか名鉄の列車みたいだな。そうですね。ちなみにこの車両の愛称はパノラマカーらしいです。ガチで名鉄みたいやんけ。車両はかなりボロくなってはいますが、ちゃんと保存されていますね。昔はこの次の駅が長井だったんだな。そうみたいですね。こちらが後ろの車両です。窓が大きいな。
そしてこちらは普通列車ですかね。そうみたいだな。前面はこんな感じです。ということで穴水駅から出てきました。ここからどうするんだ？なんかこの奥にも昔の車両が保存されてるみたいなので行ってみましょう。どうやらこれらしいです。いや調べてなかったのかよ。まあでもとりあえず調べてみましょう。さてどこなんだろうな。とりあえず近くのコンビニにお昼でも買いに行きますか。明らかなノープラン。ということで近くにファミマがあったのでおにぎり3つを購入。ということで再び戻ってきました。とりあえずここでお昼を食べま、して再びホームに来ました。いや展開早すぎだろ。ということで現在、次の列車の準備をしているようです。そうなんだな。ということで普通列車もやってきました。ここの接近メロディーもエリーゼのためになんだな。なんか北陸の鉄道ってエリーゼのために好きだよね。そういう問題か？ということでさっきの列車が動き出しました。ちなみにこの列車は野戸里山里海号といい、野戸鉄道の観光列車です。そうなんだな。もしかして次これに乗るのか？その通りです。お、いいな。それと同時にさっきの普通列車が動き出します。ということで乗車していきます。